ラベプラゾールとは、プロトンポンプソガ薬に分類される、遺産分泌抑制薬の一種である。胃潰瘍や十二指腸肝瘍、逆流性食道炎の治療に用いる。先発品は、パリエットとして、日本、イギリス、ギリシャ、オーストラリア、カナダ、ロシア、ブラジル等で販売されている。日本では、EA ファーマ株式会社より、後発品も販売される。アメリカでは、 アスフェックスとして販売されている。ラベプラゾールはプロドラッグであり、酸分泌細胞の酸性領域で、ジオエーテル体となりプロトンポンプの活性を阻害する、ことで、胃酸の分泌を抑制する。なお、アモキシシリン及びクラリスロマイシンとの併用による、ヘリコバクターピロリ除菌療法にも用いられる。これはラベプラゾールが、胃内の pH を上昇させることで、 アモキシシリン及びクラリスロマイシンの除菌効果を高めるとされている。ヘリコバクタピロリ除菌の際は、遺産分泌を強力に抑制するため、他の用途で用いられる時よりも多くラベプラゾールを服用する。主な副作用として、発疹、ジンマシン、かゆみ、下痢、難便、便秘、味覚異常、腹痛、腹,痛腹部傍慢感、a LTAST。 LDHALP の上昇など。胃がん、食道がんなどの悪性腫瘍や、他の消化器疾患による症状を隠蔽することがあるので、内視鏡などによりこれらの疾患でないことを確認すること。重篤な副作用 ABCDEFG、パリエット上 5mg、パリエット上 10mg 添付文書。2016年7月19日閲覧。ラベプラゾールナトリウム製剤。 2015年9月9日閲覧、ありがとうございます。